さあ、10月24日月曜日、スクールオブロック始まりました。校長先生、急ぎ目で黒板お願いします。え、なんで巻き目で黒板お願いします。なんでちょっと今日はもう盛りだくさんでございますから。盛りだくさんでございますから。巻くってなんだろうな。私がもうトークがしてる場合じゃございません。これよくわかんないな。読ませていただきます。軽音ロックス。あ、ちょ一回静かにしよう、みんな。ね、はい、静かにね、しよう。はい、静かにしよう。あの、週末で学校お休みだったんですけれども、昨日からスクールオブロックの廊下と言われますツイッターがですね、ちょっとね、あの、ザーザーしておりまして。今から説明する。ちょっと静かにして、落ち着いて、みんな。ちょっと全然ないな、ダメだ。ジョンギジョッチモンニンだ。すごええ、なんすか今の呪文みたいな。軽音ロックス。なんだ、え、怖い。これはスクールオブロックとヤマハミュージックジャパンが送る全国の軽音部を応援する授業。文化祭や初めてのライブなどバンドの目標に向けてアーティスト講師が学校を訪問して直接アドバイスをしてくれます。今回のアーティスト講師はユニゾンスクエアガーデン先生。みんなが応募してくれた中から選ばれたたった一つのバンドがユニゾン先生にサポートをしてもらえると。ここまではですね、まあ、実はすでに発表している通りなんですけれども ね、うん、まあ、わかるよ、ざわついてるのわかるけども、ちょっとね、実はすでに学校は決定しております。感染とともに。いや、嬉しい ね、そうだね。しかも、もうバンドのアドバイスとかしてもらったりしたのを終えて、昨日とある学校の文化祭にお邪魔してきました。発表します。今回この軽音ロックスの生徒に選ばれたのは、神奈川県逗子開成高校軽音音楽部所属、高校2年生フォーピースバンド、クルトン。はい、クルトン、これがですね、バンド名です。クルトン。はい、実はクルトンは先々週からユニゾン先生のアドバイスを受けて、昨日逗子開成高校の文化祭のライブに出演しました。もうしてるんだね。そしてですよ、実は僕もですね、昨日そのライブ見届けてきました。どんな感じだったん、これは。あのね、まあ、たくさんちょっと喋りたいとこありますけれども、とにかく人が変わる瞬間だったり、キラキラ輝く魔法がかかる瞬間、そして奇跡の連続でした。ものすごかったです。そして昨日はね、サプライズでユニゾン先生もステージに登場しました。すごいね。逗子開成高校の生徒に向けて3曲も届けてくれました。めっちゃ嬉しいじゃん。しかもですよ、なんと3曲目はクルトンをステージに上げて7人で演奏しまして、一緒に演奏してるってことは、それはすごいだよね、みんなね。そして昨日のライブの模様、そしてこれまでのユニゾン先生、クルトンにどんなアドバイスをしてくれていたのか、そして文化祭でクルトンとこれユニゾン先生どんなライブをしたのか、今回の軽音ロックスの全てはですね、いつ来週木曜日11月3日の生放送教室でオンエアいたします。まあ、職員からもすごかったって話は伺ってるんだ、はい、俺もまだ目の当たりにできてないんで、楽しみに一緒に待っとこう、生徒のみんなと、はい、さらに今回の授業は全て11月3日のスクールオブロックでオンエアになるんですが、ちょっと事後報告になってしまったので、再来週改めて生徒みんなの前で軽音ロックスの公開授業を行いたいと思っております。公開授業というと今日のどういうこと。11月6日日曜日、東京ビッグサイト西展示棟1階アトリウム中央ステージで開催、軽音ロックス公開スペシャル授業。なんかいろいろ決まってるぞ。何これ、どういうこと。はい、この日会場では2016楽器フェアというですね、11月4日から6日まで開催中の国内最大の楽器イベントが行われてるんですけれども、その最後を飾るステージイベントとして軽音ロックスのスペシャル授業を行います。最後大取りってこと。そうなんです。とんでもねえ大役じゃん、これ。ありがとうございます。出演はユニゾンスクエアガーデン先生とクルトン。クルトン来るわけね、もちろん。今回の軽音ロックスを振り返りながら、最終的にですよ、クルトンがどれだけ成長したのか、みんなに見てもらうために一曲演奏してもらいます。これクルトンめっちゃ緊張するから、マジで粉々なんじゃないかこれ。クルトン、これね、改めて2016楽器フェア、ね、大丈夫なの。いや大丈夫です。やってきてます。やってきてるから。粒子になって終わりでしょ。いやそんな細かくない。クルトンがやっていけるから安心してください。大丈夫なの。こちらですね、2016楽器フェア、高校生は全員無料なので、ぜひみんなユニゾン先生、高校生までは全員無料。そうなんです。なのでユニゾン先生に会いに、そしてクルトンを応援し、そして私に会いに来てください。11月6日に日曜日夕方4時15分から5時まで、東京ビッグサイト西展示棟1階アトリ
リウム中央ステージで行いますと、まあ口で説明してもなかなかね場所がわからないと思うので、特設サイトに地図もアップしました。ありがたいね。ぜひ確認してください。すげえこれ。そしてこの日 MC として私芦澤京都もお邪魔します。ぜひみんな会いに来てください。おあ、ちょっとなんか反応が薄いな。また京都だけこれ。そうなんです、私だけです。なんで校長先生今の時期ね、うん、ちょっとあの個人的な全国の家庭訪問で忙しいって噂を聞いてて、全国まあ学校訪問させてもらってて、はいはいはい、うん、昨日もあの東京家政大学の方にねあのお邪魔させてもらっていて、やっぱ校長先生ですからね。そう、なんでか分かんないんだけど、さらに再来週には東京東洋大学、はい、それからアトミ学園女子大学の方にも、ね、すごい決まってるじゃないですか。あの週末はなんか学校行かせてもらう、まあ、校長だから、まあまあしょうがない、まあ、これはしょうがない。全国校長会議もたくさんあるってことで大変ですよ、うん、これお邪魔させてもらうんでよろしくね。こっちは私任せてください、うん、さあ生徒が集まってきたので始めましょう。スクラブロック本日も開講です。起立はじめて。さあ今日の1曲目、ブルーエンカウント先生の新曲初オンエアいくよ。で叫べ、スクールオブロック。ブルーエン先生の曲は、はい、もう全方位で攻撃しかないし、この曲だって A メロも B メロもサビも全部ドカーンってきてんじゃん。ドカンってきてる。多分 C メロが唯一一瞬だけこの呼吸を整える瞬間があるかもしんないけど、はい、それ以外全部もう炸裂しちゃってるしさ、うん、かっこいいな、ブルエン先生を改めて。いやー、もうブルエン先生の曲聴くたびに毎回、あ、もう相変わらずブルエン先生元気でいてくれてるし、俺らにエール送ってくれてるし、常に元気をくれてますよね。武道館がやっぱ大成功に終わって、はいはいはい、こっからどこ行くんだろうってなっても、まあもう頼もしさしかないね、うん、ブルエンカツ4人にはね。また待ってますよ、生放送教室で。11月23日リリース、ブルーエンカウント、ラストヒーロー。以上。スクールオブロック、ブルボン、ジャスラック、日本音楽著作権協会がお送りします。未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック、校長の富山です。ロックのスペルは LOCK、 京都の芦田です。さあ今夜は来月からスタートする我が校の新たな台湾ライブの授業を、スクールオブロックプレゼンツ、ベンサムと未確認サポーテッドバイ X。 11月13日日曜日、東京渋谷ツタヤオーウェストで開催するスクールオブロック主催の台湾ライブです。出演はベンサム先生。まだデビュー前にもかかわらずロックインジャパンなどのフェスに出演、話題のフォーピースバンドです。そして今年の未確認フェスティバルのグランプリバンド、ヤジコガール。大阪府の5ピース、夏の時点では平均年齢 19.5 歳でした。さらに準グランプリバンド、ザ・ランプオブシュガー。京都府の3ピース、夏の時点では平均年齢 18.3 歳。まあこのランプオブシュガー、そしてグランプリバンドのヤジコガール、まあ会うのが俺たち的には2ヶ月とか、この日になると2ヶ月今日ぐらいか、うんうんうん、でどんな感じになってんのか楽しみだし、まあ、ベンサム先生とも俺は初めてね、こうやってね、はい、スクールブロックとして会うことができるから本当に楽しみに待ってます、うん、そしてこれは今日初めて発表する情報です。なんだと、当日の MC は MC 問題ね、はい、お願いします。京都来ますでしょこれ、はい、僕芦澤京都、うん、それ上がってるよ、来るだろ。そして、うん、アリス向かいで。さあ今年の夏もね、未確認フェスの会場や LINE ライブで僕たちと一緒に MC をしてくれました。全然関わってるの、未確認ガールアリス向井でちゃんのステージに立ってくれます。よかった。これは自主改正も俺行ってねえんだよ。いやそうですけどね、しょうがないです、忙しいんですから。なんだか、ね、急に後を返さん生徒わかんないのに、急に10代がわかんないのやめてください。校長この日もなんか個人的な全国学校訪問の日程が被ってしまうって、ね、まあ長なんだよね。まあね、マンモス校、日本一のマンモス校の長なんで、まとまらないといけない。帝京大学のみんなどうもありがとう、この間はね、たくさん笑ってくれてどうもありがとう。ピンポイントに向けて、うちの学校来てっていうのは、あの個人的にオファー受け付けますんで、ね、どこに送ったらいいんだろう。校長はどこでも行くよ交通費だけよろしくね。なんか軽いなおい。さあ今夜は来月行う台湾ライブ、ベンサムと未確認、これに出場する3組のことをまだよく知らないっていうお前のために、もう直接ね本人たちのもう話と曲も聞いて、うん、はい、予習しよう今日は。そうですね、まだね全然知らないっていう状態でも大丈夫です。今日からね知ってもらえたらいいわけですから。まずこの後10時半過ぎにベンサム先生がここ生放送教室に来てくれる。はい、スクール
ックでは初来校、ね、僕たちがお会いするのも初めてです。そして11時半過ぎはヤジコガールとザ・ランプ・オブ・シュガーが電話で登場。いや久々です。話をするのは夏以来ですからね。新しくできたという曲もオンエアする予定です。さらに今夜は今回の台湾ライブの特別電話先行予約を受け付けます。チケットの一般発売は11月5日からですが、スクールオブロックの生徒限定で今夜から特別に先行予約を受け付けます。予約はたった今からできるからね。行くぞ。今日の授業を聞きながら行きたいと思った瞬間にチケット取りに来い。スクールオブロックプレゼンツベンサムと未確認、11月13日日曜日、東京渋谷ツタヤオーウェスト、夕方5時オープンの5時半スタート。チケット代は1969円、イクロックに別途ドリンク代がかかります。じゃあ京都電話番号、これ聞き取りやすい声でよろしく。わかりました。特別電話先行予約番号いきます。 0570-084-634。 もう一回知りたいな。 0570-084-634。 嬉しい。受付はですね、今週水曜日の夜11時59分までです。詳細は特設サイトにも掲載しているので、そこから確認してみてください。今夜もいつも通りみんなからのメッセージ、学校掲示板とメールで待ってるよ。さあ、スクローブロックのウェブサイトを全てこのアドレスからお願いします。 www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。School of Rock。 未来の鍵を握るレイディオ、スクールオブロックと申します。 School of Rock。東京ヘムから全国38局 MV で授業中、スクールオブロック。明日の生放送教室にモノアイズ細見武先生が登場。細見先生のことね、まあ、知らないってやつもしかしたらいるかもしれないんで、うん、そういう生徒はサイトにある予習ページあるんで、そこからチェックして予習して明日に挑むのがいいんじゃないのかい。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 今週水曜日の生放送教室にはこの学校の花の警備員フランプールが登場。京都らしさです。さあ、そして今夜の生放送教室には来月11月13日日曜日、東京渋谷ツタヤオーウェストで開催する対バンライブ、スクールオブロックプレゼンツベンサムと未確認に出演のベンサムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ってことで、じゃあ改めてお一人ずつ、はい、お声をいただいてよろしいでしょうか。はい、担当科目は恋愛になります。ベンサムのボーカルギター、おてです。よろしくお願いします。恋愛、水泳部の顧問をやってますギターコーラスの須田です。よろしくお願いします。急に具体的。はい、はいはい、担当科目はですね、関西人の関東弁です。ベンサムの辻です。よろしくお願いします。春ね、東京上京したようにね、みんなで慣れてる。なるほどな。はい、担当科目は男子校の生徒の、性生活の指導。ドラムの鈴木です。具体的な。なんかそういう顔にしか見えないですね。どういうことですか。いや、その眉毛の濃さだったりとか、なんかいろいろ濃いんだろうなと思って。顔で失礼でしょ、ちょっと。いや、改めましてベンサム先生、あの曲、はいはい、何度もかけさせていただいていて、もともと僕たちスクールオブロックとベンサム先生をこう、出会う機会になったのは、はい、あのおすすめディスクっていうですね、そうなんですよ、授業をやっていて、はい、で生徒がこう教えてくれるわけです、僕たちに。嬉しい。っていう授業をやってる時にベンサム先生の名前、僕らが初めて聞いた、はい、そうなんです。高知県16歳男の子、ラジオネーム直蔵ちくわ。直蔵ちくわ、ベンサム先生初来校。ベンサム先生来校とても嬉しいです。ニューライフの頃から聞いていて、ちょうど1年前くらいにおすすめディスクの時に紹介させていただいたんですが、まさかこんなに早く来校されるとは思いもしませんでした、うん、どんどん大きくなっていってるなぁと一ファンとして感激しています。今日の生放送教室楽しみにしておりますと。ありがとうございます。ちくわサンキュー。もっと感情込めろ。でもさ、高知県はまだ、はい、僕たち行ってないんで、行ってない。そうですね。あれ、今ツアー中なんでしたっけ。今ツアー中ですね、はい、ワンマンツアー中で、高知は今回も行ってはいない、はいはい、今まで1回も行ったことないです。あら、そうなんだ、はい、いつかだから、うん、なんだっけ、ラジオネームごめん、直蔵ちくわです。直蔵ちくわ、うん、
にもね直接こう会う機会があればね。そうですね。ファイナルがいつなんですか。ファイナルがですね10月の27日ですね。3日後3日後になります、はい、めっちゃ忙しい時じゃないですか。そうじゃないですか。もう今溜め込んでるところ。溜め込んでる。そうですね。ラジオ生放送しながら溜め込んでる。めっちゃ器用じゃないですか。もうグーッと、はい、はい、今なんだこれ。何を溜め込んでるの。そういう気になった。何を溜め込んでるの。今の数秒で分かりました。はい、そういう感じですね。須田よろしく頼むね。急にタメ口。なんで急に上から。あと辻先生、はい、あのこれスクールブロックは知っていただいてるってことでよろしいんですか。もちろんです、はい、だってなんかベンサム先生が今日ね生放送教室に来校してくださいますっていう時に、はいはい、そのいよいよ先生としてこの教鞭を振るう時が来たみたいなことは、ツイッターか。そうですね、ツイッターで、はい、僕がつぶやいた言葉なんですけれども、はい、いやなかなかこう人生で先生って呼ばれることがないので、はいはい、ついに僕らも先生と呼ばれる、はい、呼んでいただける日が来たなと。めっちゃ嬉しそうじゃないですか。いやでなんかツイッターでさらにね、はい、あの超高校生修学旅行風ラジオ、はい、しかやったことない。どういうことですか。これあの僕ら、はい、あの以前にですね、はい、あのレギュラーラジオを担当させていただいた時があるんですけれども、はい、うん、その時にですね、うん、あの菅野ゆいちゃんが僕らの放送を聞きながら、はい、が聞きながら、はい、なんかもうみんな高校生みたいっていう風にノリが、はい、ノリがもう、はい、そういうなんかこういうそういうノリになってしまうっていう、はい、僕らおうおうついつい喋っていると、はい、うん、そういうことでですね、はい、このつぶやきをしたんですけれども、はい、なんかすいません、なんかあの話せば話すとちょっと失速してた。やめろ。申し訳ございません。お話をしてくださったよ。失速とか言うんじゃないよ。どうぞお願いします。これは俺じゃないです。全国のみんなが。いやでも今言っていただいてよかったですね。マジですか、はい、え、須田が2人いるってことでいいですか。したら、いや、あ、それは1人だけですよ。それリアルリゾン。間違いない。須田先生は1人。それはそうだ、それはそうだ、正しいこと言ってる。唯一無二の須田です。須田先生もだって正しいこと言ってくれてる。全然おかしいわけ。これどうやってこのベンサム先生4人は集まられたんですか。もともとですね、はい、ボーカルの尾関とギターの須田が地元が一緒で、どちらですか。神奈川になります、神奈川で一緒で高校は違ったんですけど、まあ音楽好きの共通の友人を通じて、はい、まあ、コピーバンドとかをやってまして、うん、それでまあ音楽で食ってこうって決めて、もともとのベンサムの土台があったんですけど、はい、オリジナルの曲に3曲作ってすぐ抜けちゃったんですよ、ベースとドラムが。でその時当時僕が音楽の練習スタジオで働いてまして、はい、そこの先輩がベースの辻君になります、はい、あ、そうなんですね、はい、それでお誘いして、はい、その子に練習に来ていた、はい、個人練習しまくってるロン毛がドラムの高橋に入ります。当時ロン毛じゃなかった先生が。ここただのナンパです、はい、声かけて。高橋先生、声かけられた時はどういう印象だったんですか、うん、声かけられた時は、はい、なんかやっぱスタジオの店員さんって案外聞いてんだなと思って。あ、自分たちの練習の練習を漏れてる音とか、そこはちょっと恥ずかしいな、はい、みたいなのもありつつ、はい、まあちょっとまあ軽い気持ちでちょっとナンパ乗っかってみっかなみたいな。ナンパ続けるんですね。まあ性の講師だし、やっぱり。そういうことね。で4人が集まって、そうですね、この4人になってどれぐらいなんですか。は、はい、この4人になってから今年で5年ですね。あ、結構じゃあキャリアも、はい、ただそのうち3年彼はメンバーになってませんから。高先生は、はい、様子を伺われてました。体だけの関係。なんてこと言うんだ。なんてこと言うんだ。で相性が良かったからって。いやいや、やめなさい。乗っかるのやめなさい。ごめんな、みんな耳塞げ。一回耳塞げ、みんな。10代の、はい、生徒がほとんどなんですけども、スクローブロック、はい、10代の頃はどういう過ごし方をされてたんですか、尾関先生は。僕はですね、はい、あの大変申し訳ないんですけども、はい、あまりあの勉強をしておらずですね、うんうんうん、まあ、今はすごく勉強したいなって思ってるぐらい本当に勉強せず、はい、学校には行ってたんですけれども、はい、まあ、その敷地内に行くだけという、はい、あのとりあえずとりあえず敷地内には入る、はい、敷地内って表現すごいですね。入って、まあ、いろんなことをして過ごしてましたね、はい、音楽でこう食ってこうとかっていうのはその時は、はい、もうでも思ってましたね。その入った高校がすごくなんて言うんですかね、はい、割とイケイケな感じの高校でして、うん、はい、ちょっと自分のノリとあまり合わなかったので、うん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 、その高校での自分を作りつつ、はい、その音楽はバンドでやりたいなとは思ってましたね。結構そこバランス取るのって大変だったんじゃない。大変でした。なので高校の友達が今の僕見ると誰だお前ってなります、はい、そう、すごいノリが違うので。全然違う人になってるってことだね。そうですね、はい、でもそこにこう負けずにちゃんとやりたいことあって、はい、屈しない自分をちゃんとこう保ったからこそ、はい、今のこのベンサム先生があるっていう。そうですね。なんで僕友達がいないですね。あれ、
真剣に返してくると思わなかったいやいや、はい、だけどもちゃんとその音楽が好きだっていう気持ちが、はいはい、やっぱ誰にも負けないものがあったから、そうですね、音楽が友達っていう方も多分できたでしょうし、そうですね、本当に、ね、本当にそうですね。あ、はい、今振り返るとじゃあ10代ってどういう時間でした？10代は本当に自分のことを理解してもらえないって思ってた時間でしたね、はい、もう何にもただ理解してもらおうとも多分僕も思ってなくて、それをちょっと音楽で助けられたりとか、逆にそうなんです、なんで今日10代の聞いてる方がいっぱいいらっしゃるので、うん、はい、その助ける側というか、そういう風に早く回りたいなと思ってましたね。はい、ベンサム、僕から君へ。僕はベンサム先生の、はい、レコード会社の方という方でいいんですかね。まあ、今日初めてお会いさせてもらうってことで、はいはい、音源をちょっとお借りしまして、はい、4枚ほど CD をお借りしたんですよ。ありがとうございます。で、この曲が入ってる、EXB、はい、いいんじゃないか、7月発売になっている、はいはい、やつを一発目に聴いて、はい、めっちゃ好きすぎて、うわ、マジか、このアルバムだけ俺4週ぐらい聴いちゃって、だから他のやつ聴いてなくてすいません。まあでもいいんじゃないですか。めっちゃ俺良くて、いはい、良かったですよ。これ以外にも、うん、この曲もそうだし、全部の曲が本当にかっこよすぎて、うん、好きです。一番新しいの引っかかってくれたのが余計嬉しいです。マジですか、はいはい、引っかかって引っかかりました、もう引っかかりましたの、ね、なんか響きがちょっと変ですね。なんか騙されたみたいな。いや、めっちゃかっこいい。で、そんなベンサム先生ね、なんとですね、来月我が校が行う対バンライブに出演してもらうことが決定しております。スクールブロックプレゼンツ、ベンサムと味覚に。出演はベンサム先生、今年の味覚にフェスタルのグランプリヤジコガール、そして準グランプリのザ・ランプ・オブ・シュガー。もちろんこの、2組とも、まあ、10代なんですけれども、はいはい、ベンサム先生年齢ってお聞きしても先生はですね、はい、ボーカルの僕とギターの須田くんが28の代ですね、はい、あ、はい、はい、一番リアクションしづらい。そんなことないですよ。はい、で、はい、辻先生と高先生、鈴木先生が、はい、今年31の代になります。あ、結構じゃあ、はい、まあ、同年代っちゃ同年代です、僕らとも ね、まあ、ね、はい、うん、あ、俺37でした、すいません。あまりの自然で僕突っ込むの、はい、本当にすいません。どうですか、10代のバンドとこの対バンする機会とかってあったりします？結構ある、うん、そうですね、だからそれこそ、はい、未確認フェスティバルの初代グランプリのシャウト・イット・アウトですとか、はい、あとはミセス・グリーン・アップル。あ、そうなんですね、はい、最近もう20歳になった、そう、最近20歳になった代っていうのが多いかもしれないですね。ちなみに今回その対バンするヤジコガールとランプ・オブ・シュガーって、はいはい、音源とかってどうですか、聞いていただいたりとかは。もうチェック済み、それはもう、おお、ヤジコガールはどういう印象ですか。僕は結構イントロがアダルトな感じがするなと思ってたんですけど、はい、懐かしい感じしますよね、はい、僕ら世代からなんで、あ、そう、今こういう音楽なんだなと思ったら、はい、サビがすごくキャッチーで、グッとなんかそこでなんか、はい、来るものがあったというか、はいはい、すげえいいなと思って、多分イエローっていう曲の話だと思う、はい、そうですね、はい、声も結構特徴的だったので、はいはい、楽しみですね。ランプ・オブ・シュガーはどういった皆さんの印象ですか。10代らしい、すごい爽やかな、うん、はい、ただ少し背伸びしてる感じもありつつ、はい、ただそのやっぱ10代にしか言えない言葉だったり雰囲気があると思うので、うん、それがしっかり出てたので、はい、聞きやすかったですね。今そのランプ・オブ・シュガーもヤジコガールも多分ですよ、はい、聞いてると思うんですけど、はいはい、なんかこのね、ベンサムパイセンから、うん、そうですよね、何かこう、うん、なんていうんですか、伝えることでもいいですし、今のベンサム先生の気持ちでもちょっとお伺いしたいんですけど、うん、早く対バンしたいですね。うん、そうですね、はい、YouTube で見てきたんで、はい、まあ、実際の演奏がどんな感じなのかっていうのは、はい、そうやっぱ最近あのレコーディングが結構、はい、あのうまいこと補正もできたりする厳しいの、高橋先生的にはそれ僕たちなんですか。自分かい、ダメじゃん、ダメじゃん、やめとけ、やめとけ。でも楽しみです、楽しみですね、はい、ありがとうございます、はいはい、すみません、ちょっと申し訳ないんですが、そろそろお時間がですね、はい、迫ってきてしまいましてですね、はい、これ最後にベンサム先生から、うん、生徒のみんなに何か一言いただけたらなと思ってるんですけれども、はい、受けて、じゃあ尾関先生で、はい、はい、まあ、今回あのベンサムと未確認ということで、まあ、こうやって未確認の優勝と準優勝で大丈夫ですか、はい、のと絡めるっていうイベントなので、まあ、ベンサムファンもあの知っていただけるいい機会ですし、やっぱりちょっとライブでね
盛り上がってって、まあ、年齢差もそうだし音楽の違いもそうだしちょっといろいろ見せつけたいなとも思いつつ若いこのねこうエキスを吸ってちょっとエキスを吸って違う急にジジイでちょっと違いましたエキスを吸うちょっと限定回帰というかすごい表現、はいはい、なんかがっつりライブかましますんでぜひ皆さん遊びに来てくださいよろしくお願いします曲で俺は一発で好きになったんだけども今なんかお話伺って、はいうん、改めてこう人となりも分かったしそうです、ねうんうん、ちょっとやっぱそのエキスの発言だけはちょっと当日までねちょっと限定注意ですね持ち越してちょっとどうなるかってことになるけども、はい、改めて、このねベンサムと未確認行われるので、はいこの後11時台、ベンサムと未確認に出演する未確認バンドヤジコガールとザ・ランプ・オブ・シュガーに電話して2組の話も聞いていこうかねはい2組の最新曲も応援しますそして今夜はこの対バンライブの特別先行電話予約を行っておりますスクールオブロックプレゼンツベンサムと未確認11月13日日曜日東京渋谷ツタヤオーベスト夕方5時オープンの5時半スタートチケット代は1969円にイクロック別途ドリンク代がかかります特別電話先行予約番号いきます0570-084-634もう一回聞いて0570-084-634嬉しい受付は今週水曜日の夜11時59分までです詳細は特設サイトにも掲載しているのでそちらから確認してください今聞いたらマジ聞きたくなったしどんな感じかするだろマジで急いで待ってるぞそしてこの後11位ジャスターバトルクイズスクールフォース今週クイズに挑戦する学校は一体どこなんだい